私たちに起きる消費者トラブル、インターネット通販には要注意編。こないだネットでかっこいいスニーカーを見つけたんだ。へえ、いくらだった？8割引きの2000円だった。おお、お買い得じゃん。今度見せてよ。いいよ、早く届かないかな。ところが2週間経ってもスニーカーは届きません。おかしいな、問い合わせても返事がない。これって騙された？インターネットで買い物をするときは相手が信用できるか親と一緒に確認しよう。トラブルにあったら消費生活総合センターにご相談を。